それでは大変長らくお待たせいたしましたヒーローインタビューです。今日のヒーローは2ゴールを挙げた矢澤選手です。ありがとうございます。お聞きしたいことはいろいろあるんですが、まずは今日の観客1万7000人今シーズン最高入りました。そうですね、今年本当に苦しい状況が続いた中でホームで毎試合こんなにたくさんの人が来てくれてチームみんなで感謝します。ありがとうございます。そんな大サポーターの中0対2から見事大逆転勝利でした。そうですね、まあ、2-0 っていう、不可能に近い、まあ、3点取らなきゃ勝てない状況で途中からでサポーターにも熱い声援もらったんで、まあ、最後まで諦めない戦おうっていうのがこういう結果につながったと思います。あの同点ゴールはまさに見事の一言でしたね。そうですね、入っちゃったって感じですね、はい。さあそして気になりますライバルチームなんですけれども、東京ヴェルディ、ジュビロ磐田ともに敗れたということでおめでとうございます。これで来年も J1 残留です。ありがとうございます。この大歓声、矢澤選手お気になっていかがですか。そうですね、まあ、本当に言葉で表せないぐらい嬉しいんで、ね、また来年も熱い応援よろしくお願いします。今日のヒーローは見事2ゴールの矢澤選手でした。おめでとうございました。勝ちましたジェフユナイテッド千葉のアレックス・ミラー監督、そして主君の矢澤達也選手のインタビューを聞いていただきました。川本さん、記憶に残るゲームになりましたね。いや本当ですよね。まあ、今日勝っても2チームは負けなければという感じでしたけどもね、はい、その試合展開も前半リードを許して後半立ち上がり 0-2 からの大逆転勝ちですからね。そうですね、まあ、十数分で4点取ったわけですけどもね、はい。では改めて今日のゲームのハイライトシーンを振り返ります。まず前半39分、コーナーキックから FC 東京カボレ先制ゴール。いやいや、ジェフのリズムで戦ってた前半だったんですけどもね、やはり1点はセットプレーからだったんですけども。そして後半の8分です。カウンターアタックから長友が仕掛けてミドルシュート。西岡さんがこれシュートもあるよって言った矢先だったんですけどね。もうこれで誰もがジェフの J1 残留は難しいものと。そうですよね、勝つためには3点取らなきゃいけなかったですからね。ただまずディフェンスで頑張ってここよく見てましたよね。またこのファーストコントロール、はい、また思い切りですね。この新井の後半29分の得点からエンジンがかかったジェフ。そうですね、このわずか3分後でした。このハイボールに牧がここ体を使う、そして矢澤があの入っちゃったそうですね、ただいいコースに飛んでましたね。まあその意識した無意識のシュートなんでしょうけどもね。でまだここでは2対2同点ですので、 J1 残留はなりません。さらに追加点を取りに行かなければならないところ35分。ここも、まあ、まず今野選手がジェフのボールを奪っていいディフェンスをしましたが、その後レイナード選手がそのボールを取りに行ったんですね。それがこの PK を生みましたね。これで3対2。レイナード選手にとっても、まあ、たくさんの点を取ってるでしょうけど、彼にとってもこの1点というのはもう最後までこう残ってるでしょうね。はい。そして後半の40分、ハーフウェイラインから抜け出して最後はチップキック、勝負を決めた4点目。後ろからのディフェンスを見ながら余裕がありましたよね。
劇的なストーリーです。勝っても他会場ライバルチームが負けない限り J1 の残留はなかったジェフユナイテッド千葉、くしくも2チームが揃って敗れるという、いやー J リーグの中でも何かこう、まあ、残留ジェフにとっては残留争いでしたけども、はい、劇的な1試合だったですね。そうですね。